はい、ということでやっていきましょう。こんにちは、アンナさん。よし、カルパスイズパピープリーズ、プリテナスやつ、はい、敗北条件なし、はい。じゃあね、行きましょう。報酬分は働くわよ。みんな必ず勝ってよ。ああ、俺も力を尽くすよ。さて、はいはい、行け。みんな来た、みんな来た。フルボッコだ。このタイミングで一人出てくると運悪いなこいつね。オッケー。疲れー。まあ最初から勝つつもりだったんでね。ぷよぷよ。永遠の制圧にあたり廃墟を拠点にしたいが、賊の根城となっているようだ。敵を殲滅しよう。はい、よし、行くか。報酬分は働くわよ。できることをやる、それだけよ。おう、お手の筋肉頼りにしてくれ。敵を500人、はい、なるほど、そういうことね。これの同じ剣使いとして戦い合おうじゃないの。うら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 、そんなもんか。お前は私を楽しませろ、盗賊。私を楽しませろ。あ、今静か向かっていた。ちょっと待ってね、ヒカヌアはもはやイジコなんだ。アデュー。じゃあね、私はもう逃げません。何シュパパパパンみたいな。あー、またお金を取り損ねました。よし、来たー。これめっちゃ早かったもん、爆速よ。これはマジめっちゃ早かったね。あー、6分。まだまだこの程度じゃ満足できないわ。えぜす、さすがっすね。しーちゃんレベルが一人だけ桁違いなんだ。なかなか悪くないんじゃない。おい、ふざけんなよ。まずここからですけど、なかなかいいですよ。ペガサスナイトラ、あー、オッケー、弓ね。よし、行きましょう。報酬分は働くわよ。僕が行くしかあるまい。勝利のため手は抜かんよ。またです。はい、じゃあペガサスちょっとすぐに移動させるか。どうしよう、なんかメイジがどこにいるかわかんないんだけど。あ、ここか、絶対これじゃん。さもメイジいますみたいな集団なんだけど、さもメイジですみたいな。オッケー、よいしょ。オッケー、これで切り晴れたってことかな。あ、よしよしよし。あ、切り晴れてるわ。2秒。え、フェル君？このフェルディナントが相手となろう。ちょ、それは聞いてないな。なんか賊が乱入してる。戦場を駆け抜けましょう。駆け抜けんなよ。フェルディナントらを撃退し戦闘に勝利せよ。はいはいはい。賊は何なの？ちょっと待って。あ、ちょっと待って。一番近いのがシャメさんだった。なるほど。C はこれはね。フェルディナント倒しちゃったら終わるんだけどな。私の目指すところは。
殺さないでね、しーちゃん。あ、これ殺したか。今日のところはお前の勝ちだな。次は俺の大活躍を見せてやる。私は一歩も引かんでも。お前が一歩も引かんでも部下はもう死んどるわい。ほぼおっしゃ、これが傭兵よ。終わった？終わってない。隙がなければ捨てるのみ。よいしょ、よし。わざわざローレンズがここまで来てる。勝ち時を上げろ。あー、いつも時間で A じゃないんだけど、 A じゃ S じゃないんだけど。まだまだこの程度。結構頑張ったよ。早い方だと思うんだけどな。これを生かして戦ってみるか。トウノリ行こうぜ。遠乗りの気分なんだろう、お前が。私とイチャイチャしようぜ。ほう、遠乗りか。いいぜ、俺は暇だからな。草原以外行けるなんのかな。一人が寂しいのか。は？何？結婚する？びっくりしたわ今。マジでこの視点やめてほしい。笑っちゃうわ。はい。懐かしいね。昔はよくホルストのやつとこうやって遊びに出たもんさ。あ、出た、ハプリン。あ、ちょっと待って、なんつった今。ログ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 。じゃあじゃあ、んー、じゃあ、んー、紙かな。まさか。いや違ったぜ、昔の知り合いからのやぶみかと思ってな。え、何それ、ボールフラッセー匂わせてきてんじゃん。おい、匂わせるな。もうこれマジ苦手なんだけど。おい、バルタザール、お前マジサムネイルにするために絶対やるからな。嫌いなもの教えて。賞金稼ぎの連中かね。あとは罰当たりなことはどうにもやる気にならねえさ。私的にはこれだったんだけどね。いや、詳しく教えて。つまりだよ。よし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 。すごい、知らなかった。へえ、やん、完全に。なんか悩んでることある？あ、好きなものについて聞こうや。金、戦、女、あ、これなんか前やったな。おい、遠い目をするのやめろって。俺は大魔女だぞ。これ遠い目して失敗したんよ。あ、この辺とは違う気がする。うなずく。ああ。は？ふざけんなよ、カス。カス。お前、人の評価を気にするたちだったか？いや、そんなことを聞くのが意外だな。マジ？よし。とりあえず笑っときゃね。嫌がる男はいないわよ。いや。ふざけんなよ、てめえ。サムネイル撮らせろや。おい、ふざけんなよカス。見とれお前。あ、リンハルト、やった。トノリか顔よ。 C の方が若干身長高いのかな。なんと表現。あ、またハプニングだ。押してダメボタンを。のどかな空気に包まれている。はい。どっちも嫌がりそう。なんか歌歌ったらうるさいんだけどみたいな言われそうだし、空腹訴えたらじゃあなんか食べたらいいじゃないみたいになりそう。どっちも好感度下がりそう。どっちも一緒じゃん。まあ今はお腹減ってるか。私がお腹減ってます。なるほど。よしよし。君は食欲が旺盛と。僕は睡眠欲が旺盛なのでおやすみ。なるほど。これってどっち選んでも上がるようになってんのかな、もしかして。うわ、顔よマジでこいつ。くそ、好きだ。嫌いなものについて聞きましょう。今もっぱら心配なのは、あ、これ聞いたな。継がされ嫌いな政治の道を進む可能性があることさ。お、じゃあこれじゃん。よしよし。なんか出てくれるんだけど、優しい。質問するってやったら出てくれる。
仲間についてどう思う？みんな勤勉でとても助かってるよ。これが戦争でさえなければ、ね、まあ確かにな。おい出ないじゃねえかよ、ふざけんなよ。これじゃない？え、胸を叩くって私のだよね、自分のやつだよね、任せて的なね、任せて的なやつじゃないの？すごいよ。よし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 よ少し慌ただしかった。いい加減にしろよお前。おいお前ら二人して嫌い、もう嫌いよ、あんたなんて、あんたなんて嫌いよ。このクソカスがサムネに使ってもらえると思うな。お前お前このクソドアップ顔でサムネにしてやろう。はい、よし、バカだれが帰れ。グロンダーズの戦いお願いします。ん、何、どうした名手殿、何か気になることでもあるのか？ああ、いや、なんでもない。さあ、ぼちぼち主戦場に到着だな。ミルディン大橋を越えれば激しい迎撃にさらされるものと覚悟していたが、なんなんだ最初の頃のやつ。ベルグリーズ博は小細工なしの総力戦で勝敗を決したいようだ。絶対勝つじゃん。じゃあ見ろ、すでにグロンダーズ平原に布陣して俺たちを待ち構えているぜ。守りを無視した攻撃陣形、兵の塊一つ一つが巨大な魔物のようだ。レスターに攻め寄せた帝国軍も手強いと思っていたが、これは格が違うか。そんなに強いの？なんだローレンツ君、膝がカクカクしてる。ほらおで、怖えのか？事実でも言わないの？バカを言うな、これはただの無茶ぶりだ。おい、今回もいるみたいだぞ、ジェラルト傭兵だ。またか。ええ、今度こそ灰色の悪魔を討ち取ってやるわ。私はあの傭兵団の団長に用がある。直接話ができるといいんだけど。ジェラルトを知ってるの？私の師匠なんだ。行方が分からなくてもう何年も会ってなかったんだけどね。もちろん師匠が相手でも手は抜かないよ。戦って私の成長を見てもらうつもりだ。あの団長相当強いわよ。死なないでね。まだ叶わないって分かったら逃げるよ。それで勝つまで挑み続けてやるさ。エゴちゃん、傭兵団も要警戒だが、俺たちが狙うべきは総大将のベルグリーズ博だ。あんま心配しないんだけど。腕に自信のない者は決して近づくな。必ず私が。じゃあシズが撃ちめーす。あんたが頼みだゴルストさん。いやシズよりレベル10ぐらい下だろお前。ぼちぼち回戦するか。お前レベル10ぐらい下だろ。うわ待ってこれ、ベルグリーズハウルクの撃破なし。はい、お前かーい。ペトラがいるの？そうなんだ。これいいな。ペトラなんだ。どこな？ベルグリーズ博どこな？え？どこ？あれ？まだ見えないのかな？この辺ってことか。なるほど。条件 S24 分。激安2000、ヒダメージ割合 60% で S になれると。あー、じゃあ誰行きますかね。操作できるのが3人ってことは後で1人入ってくるのかな。これなんか気づいたんですけど、後から誰か1人補助で入る場合が3なのかなって思うわけですよ。4人操作できるじゃないですか。だからそれかなと思うんですけど、果たして。
ベルナデッタやる。あ、ホルストさんかな。ホルストさんが後で選べるようになる感じかな。いないわ、よく見たら。戦いの空気苦手なんだよね。これな。いや、こうだな。うん。身近く。これ。持てるやつが持ってたらええ。いるの強すぎる。ベルに何ですか。バルタザール。レイピア銃もめっちゃ強いんだけど、鉄拳プラス16にはやっぱり勝てないか。強すぎる。オッケー。あれ、ホルストさんか。いないよ。だから多分後で入ってくるんだよ。あれだよね、近いようなボケみたいな。いくぞ。俺たちの目標はベルグリーズ博ただ一人。まずは前線の砦を抑えちまうぞ。じゃあね、これな、ここに湧くかな。さすがに湧かないか。ちょっと手前の方で、この支持中どもを動かしていきましょう。一つ試すか。けんで、ちょっと待って、 C は一人で大丈夫だから、こっちが近いかしら。この手を試してみるか。よし、でやってみますかね。C はここ、この辺を一人で一掃してもらおう。イエさんはどこ行っちゃったのかな。単独行動なんて危ないじゃない。ベルグリーズ博との戦いに備え、所詮は体力を温存したいとおっしゃっていたんだ。大丈夫だとは思うが、注意しておいてくれ。こっちだ。ここは任せていくので。おい、よいしょ。オッケー、さっさと終わらせよう。情けなすぎるだろ、声。よいしょ。OK、なんか出現してる。味方か。まああれか、でもジェラルト傭兵団現れるんだもんな、これ最終。残しときたいな、この辺。体力もそうだけど。ベルグリーズ家の分も大したことないな。ほら、これならいけるよ。煽るな。一人でもいいよ。リーハルト来てんだけど。あー、なるほどね。じゃあここ二人はうまくいくといいけどな。私に任せといて。これか。あれ、拠点兵器だ。あれれれれ、灰色の悪魔はまだいないみたいね。警戒しとくわ。ああ、だが
狙いはベルグリーズ博だ。直接対決できるかはわからないぞ。こっちはまだ行けない感じか。どうにか落として引きこもれる場所は。絶対なんかあるじゃん。後でちょっと待って、じゃあ C 私に任せといて。よし、してもらって片付けに行くわ。上がねちょっと進んでるな。じゃあ私に任せておけ。一つ試すか。さあ、僕にて。で、いいぜ、任せとけ。さあ、一息に落としてしまおう。オッケー。うっと。せい。はっ。さあ。選挙した。この手を試してみるか。よし、やってみますかね。ワルタザードが終わってるから、じゃあもうあとはマジで頼まれちゃ答えるしかねえ。俺に少し休んでて。さあ、やっ。一気に落とすぞ。いいぞ。よいしょ。これでいけるかなと。順調すぎてちょっと怖くない？帝国軍がそれはそうだ。まあまだ始まってすぐだし。一応これで全部落としたんだけど、もうちょっと私に任せといて。先のとこかな。片付けに行くわ。いやちょっと怖いから、ベルたちとこっちの方。あんまり面倒なことはしたくないんだけどな。これな。僕も行かなきゃならないか。で、いいぜ、任せとけ。多いなここ。全員でやってるみたいな感じ。じゃあ、僕の出番だ。この手を試してみるか。よし、頼まれちゃ答えるし、俺に任せときな。さあ、僕の出番だ。ちょっとで、ちょっとローレンツこの辺にいて、シャヤさんにこの辺にいてほしい。どうも手応えが怪しい。戦力を温存している気がするな。ですよね。モニカ！マジか。ヤッホー、モリモリ。モニカ・フォン・オックス、陛下の命により同盟軍を打ち払います。なるほど。買い物したか。オッケー、上が買い物したくさいな。オッケー、じゃあ C、 私に任せといて。 C にモニカ行ってもらおうか。モニカどこ、これか。オッケー、よし、片付けに行くわ。で、じゃあ、ベル、ベルごめん、これお願い。うまくいくといいけどな。あんまり面倒なことはしたくないんだけどな。僕に任せておきなよ。で、さあ、僕にできないことはない。私に任せておけ。一つ試すか。この手を試してみるか。から行ってし。よし、やった。バルタザールだけどここで。俺に任せときな。C の移動が遠いからバルタザール。やはり兵を伏せていたようですね。ちょっと待って。このまま進む。今の勢いなら突破できるはずです。はい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 。ソシアルナイトか。ちょっと待ってよ。これらが。ソシアルナイトどこでよ。これか。あー、オッケーオッケー。じゃあ、ちょっと今だけちょっと待って。背後を取られる前に対処しましょう。ペトラ。ペトラでも勧誘できてよかった。よかったよかった。マネ。敵、勢いづくいます。不意打ち、勢いそぐできます。やめて。
ペトラがそこか。これな。彼女は。ちょっと待ってね。まあ、モニカ撃破が先っぽいから、ここは後でもいいのかな。攻めてくるかな。ソシアルナイト頼まれちゃ答えるしかねえ。俺にマジか。帝国の従属国ブリキッドの日、えぐい。こちらに作りを解けばあるよ。あんまり、あ、これペトラ説得し、激、あ、じゃ激アシ説得する。はい、掃除といくか。よっと、よし、一気に落とすぞ。ここ、通すできません。強敵ですが、そう簡単には引きませんよ。必ず攻め落とすわ。邪魔してない、邪魔してない。あと割れそうなんだけど。お、こっちまで。いった。オッケー。これでいいだろう。オッケー。ソシアルナイトの撃破完璧じゃね。あざっす。これだけやってりゃ。ここは完全にオッケー。この手を試してみるか。ここっすね。よし、やってみますかね。シニアさんはちょっとこっち見てほしい感あるなこれ。バルタザール上行ってあげてほしいな。俺に任せときな。あ、ここに湧いてんのか。あんまりね。僕に任せ。ベルの出番。私の出番ね。どうなるか。よいしょ。そこの明治君、お前からだ。砦一つ勝ち割ってやる。よし。よー、モニカ、お前もいつかスタートできんのか。いった。陛下のために何死ぬの。お前はまだ情薄いぞ。よし、これ完璧。モニカは落とした。まあまた次なんかあるんだろうな。これトラップ。無理はできませんね。勝負は預けておきましょう。生きる散らしやがってガキが。ペトラ行くか。私に任せといて。シードして。さあ出るわ。バルタザールあたり。私にま一つ試すか。さあ僕にできないことはな。この手をた、よし、いいぜ。たぎってきたぜ。ここの取り出せずに行ったら、どうした。お金は拾って。はいはいはい、なるほどね。駆け出しに来たでごわす。潰すの魔獣馬でごわす。助けに来たでごわす。じゃあね、さあ僕にできない。移動しちゃっていいかな。これな、最終的に。よし、古典部長はバザハザールで倒せそうだ。もう死ぬな。やりましたね。これで後輩の憂いは立てたでしょうか。シズが目的地点に着いて。頼まれちゃ答えるしかねえ。
少し休んでて。ベトラ救いに来たよ。まだあんまり使いたくないんだよな、 C の技は。ハマるとは言えないな、いつ来るか。割れる、割れたらもうすぐだ。たったいな。戦い方考える必要あります。剣の使いなら負けてないよペトちゃん。いいんだよペトラ、ペトラもういいんだ、そっちにつかなくていい。よし、ペトラ、お前にも背負ってるもんがあるよな。ここで死んでいいのか。私に任せといて。喋ってる最中、サウリ。これここ飽きそうなんだよな。シーンこの辺に刺して。この二人はずっとこの辺にちょっと一応いてほしい感はあるんだよ。あんまり僕も行かなきゃなら。おっと、仕方ありません。私命つなぐ選びます。大事よ、ペトちゃん。よかったよかった。おっと出てきやがった。なんだその。やりおる。だが。ここは帝国領。まあそりゃそうなよな。いつまでその優勢を保っておれるかな。結構だいぶ優勢だけど。おお。すっごいことになってますね。やっぱりここ来ますよね。思いました。この下も来るな。これ。こっちに戦力入れすぎだな。これ今。カスパルがここか。これカスパル無理なんじゃね？さあ、僕の出番だ。ちょっともうちょっと。帝国軍は開けた平原で迎え撃つ算段か。覚悟はしてたが、間近で見ると圧巻だな。あの夫人を正面突破するのは無茶だろ。ベルガリズハクを誘い出せればいいんだが。引っかき回すぜ。ひらめいた。動ける者は戦場南東にいる帝国将の撃破に向かってくれ。帝国なんだ。剣闘士らを撃破する。はい、そういうことなら C が行こう。私に任せといて。リーハルと一緒に行こうか。あんまり面倒なことはしたくないんだけどな。ちょっと移動まで待ちましょう。西側にも敵は大勢いるようだが。まあ聞いてくれ。敵将を撃破したら手柄は全てホルストさんが挙げたことにする。はあ、レスター最強の武人ホルスト現るってのをこの戦場に大々的に知らしめるんだ。なるほど。これだ。様子にはもう十分。これ以上黙ってみてはおれんな。あ、ちょっと待ってね。今喋ったところ。私に任せておけ。ベルナレットたち。さあ、僕の出番だ。僕にでき、この手を試してみるか。よし、やってみますかね。上は湧いてないから。よし。兵士殿、私もそろそろ動くぞ。お、近いじゃん。回復条件変更？ホルストの配送に注意せよ。はい、待てませんよ。できるだけ派手に暴れてくれ。俺たちも援護する。このホルスト・ジギスバルト・ゴネリルの敵ではないわ。予想以上にやりおるな。Cがやった。敵が来たが。お、怪人が戦略ごとにぶっ壊してやろう。なるほど、傭兵だ。真ん中か。これまたえぐいことしおるわこいつね。あんまりリーハルとこれいけるね。僕に任せておきなよ。オッケー、 C が行かなきゃダメなんだけど、これはパパだけか。パパだけなら多分まだだな。まあ、ここにいるって書いてるしな。
じゃあ行くか、逆に。まだ開かないか。閉門しない。よし、片付けに行くわ。閉門しない可能性っちゅうのがある。フロードが今移動してるから。ベルの出番です。ベルにこいつ出す。私に任せておけ。一つ試すか。さあ、僕にできないこと。頼まれちゃ答えるしかねえ。俺に。怪人ジェラルトは出てきているが、灰色の悪魔は敵陣の奥にいるようだ。そんじゃジェラルトを先に攻めるか。味方が苦戦してれば灰色の悪魔も出てくるさ。なるほど、ジェラルトとアロイスを撃破する。アロイスもいかんといけんのか、これは。なるほど。OK、 まずはシェズの移動をちょっと見ておきたいところですね。シェズを移動させて、大丈夫だろう、多分レインハルトは信じてるけど、一応。この手を試してみるか。よし、やった。ひっかき回すぜ。東側は騒がせだ。すぐに遊んでいる将を向かわせよ。あっぶね、行ってバカ。どうした、もっとかかってくるがいい。大軍をよこさねば、この私は止められんぞ。兄さん、クロード君が味方が敵将を撃破したら全部兄さんの手柄にしろって。シェズ来た。オッケー、なるほど。私の名を使ってベルグリーズ箱を誘い出そうという策か。そういうことか。オッケー、じゃあバルタザールはアロイスがいいんですけど、俺に任せときな。ここに人数を割きすぎてるな。私に任せておけ。こっち側も占拠していかなきゃいけないし、一つ試すか。ここは誰か一人が。ベルの出番ですよ。ベル回復しとこう。リンハルト大丈夫そう、それ。一人誰か送るか。この手を試してみるか。クロードこっちに送るか。いや、これ多分ホルストさん、そのうちこのホルストさんミッション行けたら多分いけると思うんだよな。だからここを、よし、やってみますかね。やって、さあローレンツを下に向かせようか。やっとどういう作戦なのか分かったわ。怪人が相手をしてやろう。怪人相手してよ。カエルの悪魔に興味があるんだ。怪人の悪魔に合わせてくれよ父ちゃん。おい父ちゃん、いった。ちょっと待って、クロード何してる。来るなバカ。この手を試してみるか。お前下行け。よし、やってみますかね。あ、じゃあクロードはここでやってるんだ。違う、この手を試してみるか。クロードはいいよ、こっちじゃなくていい。こっちの方行って。オッケー、行くよし。うるよいしょ。取りで一つ勝ち割ってやる。俺らに戦わせて帝国最強の武人とやらは何をしてるんだ。ここは倒産ぞ。アロイス・ランゲルト参る。使わせてもらう。オッケー、よしよし、いいぞいいぞ。なかなか悪くないんじゃない。パパいい感じ、めっちゃ速くない。パパ倒したいった。ちょ、マジ邪魔なんだけど。うざ、邪魔だよ今。パパ割れそうなんだよ。よし、ジェラルト撃破。あー、ベルナデッタが相手していたセシリアルナイトがこっちに来たのか。なんだこの魔法みたいなやつ、すごいんだけど。ちょっと待ってね、ここだけ片付け。ここだけ片付けちゃいたいな。もう終わりだよお前。
じゃあちょっと待ってな。ローレンツがちょっとあれかな。フルストさんは大丈夫だけど、アロイスの方は今から操作するから、シャミア姉さんと一緒に私に任せておけ。頑張ってもらいます。一つ試すか。いやどうだろうこれ。いや C も、あーなんかこの辺が負けかけてる。このメイジやり抜かなきゃダメだな。あもううざいなお前。お前みたいなのが一匹いるだけでな、仲間が死ぬんだよ。ウルストだと？払われたか。ならばわしが相手をせねばならない。下に現れるかこれ。ここは任せだ。ベルグリーズおじさんが進軍してるから、ホルストの補助に行った方がいいってことかな。じゃあやっぱ C を向かわせるか。私に任せといて。オッケーオッケー。逆にここの二人が動けるようになったからこれが助かる。ローレンツ移動させよう。ローレンツをここに向かわせようか。オッケー。僕にできないことはない。で C は一旦動いてて、ベルナレットとシャミアさんでこいつ落としてもらう。オッケー。でこの二人は今んとこ大丈夫そうだから。負けんじゃねえぜ親父。俺もホルストと戦ってみて。敵陣に動きが、ベルグリーズ博が出てくるようですよ。オッケー大丈夫だ。食いついたか。次はベルグリーズ博をうまいこと砦に引き込んでくれ。砦に引き込む。砦に誘導せよ。はあ。これがもしかして策に対抗するにはこういうやつかな。お前前回もボロ負けだったじゃねえかよ。うじゃー。じゃあね、アーリー。オッケー、そやつ。ちょっと待って、喋ってるとこごめんね。ここ制圧したから、動ける子が上に来ているとか。答えるしかねえ。俺に巻きと戦いたがっ、この手を試してみ。頼まれちゃ、俺に任せた。この手を試してみるか。なんかおびき寄せる感あるっぽいな。よし、やってみますかね。Cはもう下についているのはあなたであろう。私の出番。このホルスト、いつでも受けて立つぞ。兄さん、勝手に受けて立たないで、ちゃんと砦に誘い込むんだよ。おい、こっちだぞ、ベルグリーズ博。団長も引き上げたようだし、私もこの辺りが潮時であろう。よし素直に引き込んでくれたな。ゲラルト傭兵団が来た。オッケー。で、リンハルトが、あんまり面倒なことはしたくないんだけどな。リンハルトは危ないから、この辺の僕に任せておきなよ。聞いた。灰色の悪魔はどう動く。二人が敗走したのか。仕方ない、立て直しに向かう。お、動くか。動いた。そっちかい。しかも奴が動いたぞ。注意を引いて砦に誘い込んでくれ。奴の動きも封じる。ちょっと待って。ベレトを帝の砦に誘導。ちょっと待って、じゃあ移動しないといけない。私に任せといて。なるほど。いやこれさ、いやうん、いやーすごよし。勝てる確率ゼロなんだけど、えぐいな。入ったら一旦今だ。門を閉ざせ。よっと。ベルグリーズ博閉じ込めてる。わし一人相手にこの大仕掛けか。オッケー、倒した。この手を試してみるか。よし、やってみますかね。ベレトがやばい。引っかき回すぜ。戦場に眠る獅子がベレトを思うな。
今だ、砦の門を閉じてしまえ。これなベレットだ。この程度で。オッケーオッケー。一応、閉じられてる。罠。しまったな。ジェラルトがやられた。なるほど、冷静さを書いたっていう扱いになるのね。俺に任せときな。みんな体力大丈夫そう？私に一つ試すか。ベルの手うまくいくといいけどな。クロードがこの剣闘士と戦ってる。で、冷静さを書いたか。どうなってる？これで勝負を終わらせない。後で必ず決着をつけるよ。また戦えないんだ。まずい、格下を見失ってしまった。周辺の砦を手当たり次第に殴れ。あ、今やっております。国軍にどうか。いいのかな。親父が動けねえってんなら、いよいよ俺の出番だな。よいしょ。お、なるほど。ちょっと待ってね。はい。弓砲台を起動して帝国軍の頭上に矢の雨を降らせるというわけか。よし。兄さん、クロード君のあの適当な指示でよくそこまで解釈できるわね。さすがだわ。ベルグリーズ博を探していた敵将はみんな倒せたみたいだよ。薬がないと足で。ベルの出番でうまくいくといいけど。私に任せておけ。カスパルか。先に倒しに行くか。この手を。よし、やってみますかね。私に任せといて。移動して。よし、片付けに行くわ。オーレンツは、あ、倒して、ね。頼まれちゃ答えるしかねえ。上の方は全部倒したね。オッケー。じゃあここのやつと。俺に任せときな。雑魚倒してもらって。さあ、僕の出番だ。僕にできないことはない。じゃあクロード。いいぜ、任せとけ。すごいことになってるね。よいしょ。オッケー。オッケー。あ、カスパルと当たったな、これ。今度はお前らが侵略者か。いいぜ。オッケー。じゃあクロードはこの辺で大丈夫、ね、この手を試してみるか。リハルトたちの補助。よし、やってみますかね。あんまり面倒なこと。僕に任せておきなよ。 C だね。ぶっ倒してやる。少し休んでね。アスパルマジ硬いんだよな。ってことはベルグリーズ箱もめっちゃ硬いんだろうな。この感じ。これベレットと戦わないのかな。じゃあ使いたいんだけど。ダメはず。まあいい。敵になった以上容赦なし。もしかしてリーハルト。あ、ベルナデッタだ。待って、リーハルトこっち来て。絶対会話あるから。これ絶対会話あるわ。シャミさんと入れ替わって。ちょっと待って、カスパル殺しちゃダメだよ。リンハルトが来るまで。ベルナデッタ、ちょっとあなたはもういいわ。引いて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 。なんかこの辺の敵と戦ってて会話だけしてほしいんだよ。気が進まないけど仕方ないか。お、会話した。今俺がいるって知ってて出てきたんだろ。だったら何も言わねえ。喧嘩しようぜ。かっこよすぎんだろ。じゃあリハルト大丈夫です。ちょっと来てください。さよなら。いいよ、今日この時だけは。いや、ごめん、もう逃がす。逃げないことを選ぼう。いや、もう逃がす逃がす逃がす。ごめんごめんごめん。おれ。じゃあな、カスパル。死んでないよね。死んでない。よし、何度もやられるってのは終わりか。きついぜ。
まだ触れるな、まだ触れるからまだです。拳をまだ触れたので。さあ、僕にできないことはない。これここ怖いな。この手を立てます。ホルストさんまだ操作できないのか。あー、じゃあ C1 私に任せといて。任せるか。よし、片付けに行くわ。うん、私に任せ、一つ試すか。あんまりね。僕に任せておき。フェルの出番ですよ。うま。いいぜ。たぎってきたぜ。よく行った。さあ、ドッカンと行くよ。読み放題。ナイス。えぐいえぐいえぐい。いじめいじめ。俺は読み放題を奪われたか。カスパルめ。まだ青いな。カスパルが青いのか。まずい状況だ。どうにかして砦を脱出しなくては。オッケーオッケー。じゃあ、こいつは倒せる。僕の出番だ。僕にて。一応なんかこの。これで機は熟した。全軍でベルグリーズ伯を撃つぞ。まあ、確かに。なるほど。そのタイミングだけの。先言えばか。C をそっちに向かわせてないわ。私に任せといて。先言えや。よし、片付けに行くわ。いや、 C だけでいい。 C だけで勝てると思う。この手を、よし、みんなこの辺のモブを一掃してほしいんだよね、個人的には。頼む、俺に任せときな。あんまり僕に任せ。しっかりみんなで勝ってください。うまくいくといいけどな。よし、宇宙戦隊は殺人揃いだ。彼らに弓放題を使わせれば効果が上がるかもな。他の者は無理をしなくていい。ベルグリータクはこの私が討ち取る。いや大丈夫、シーがいるから。ここだな。おお、なるほど。こっからホルストさんが操作か、ね、今こそ後期。じゃあまあ一応行くけど、後ろモブ出すか。これならば。おっと、交代か。宇宙戦隊任せたぞ。これもういない。この手を試してみるか。よし、バス百中の腕前を披露してやれ。よく、レオポルト。このメイズはもうオッケーかな。めっちゃ上がるなレベル。ボンベルグリース、ここにあり。来るがよ。接敵した？頼まれちゃこだ。俺に任せときな。さあ、僕の出番だ。僕にできないことはない。私に任せて一つ試すか。あんまり面倒なことはしたくないんだけどな。僕に任せて。私の出番。さあ、やっ。おいで、おじいじ。違う違う、この剣闘士はホルスト3用だから。もしかしてこの剣闘士さっさと倒さないと愛しいやつかな。じゃあさっさと倒しちゃおうか。おれ勝手に巻き込まれに来てる、ベルグリーズハックが。ありがとう。よし、検討しよう。倒した、避けて。この程度じゃ満足しきれない。めっちゃ暴れてる。このもっと上よ。うわ、なんだ、力を隠し持っていたとは。やるな。ちょっとホルストちゃん邪魔だわ。ちょっとあっち行って。操作しておいて。じゃあもったいないのでお前に使う。おいしょと。わしを殺すには力が足らぬな、弱卒よ。来世を死に祈っておれ。もう半分以上削ってますけど。歌われるだけある。だが私も負けはせぬぞ。全然ベルグリーザークホルストさんと戦わせてないんだけど、いいか。オケ。いや全然いけてっしょこれ。よしよし。頼まれちゃ、俺に任せときな。ベルの出番ですよ。うまくいく。私に任せて、一つ試すか。占拠しつつあるな。鍵誰が持ってたの？驚いたぞ。オケ。まだワンチャンベルトと戦う可能性あるからな、これ。
ベルフリーズ箱は大した脅威じゃないんだよ。いかにベルトと早く戦えるかっていうのが大事。お、もしかしてホルストが戦うことになっている。そんなことしてない。これが記憶の捏造か。許せない。そんな感じじゃなかった、そんな感じじゃなかった。ホルストさんと戦わせてないせいで。噂以上の男だな、Kは。Kまったく、貴殿は噂通りで困るな。なんかそんなかっこいい感じなの。ボタン操作とか来たら怖いから。なに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 。無念だが、いつか決着を。その首預けておいてやろう。撤退命令。ごめん。撤退命令って何？なんで撤退命令？同盟軍はどうやら引くようだ。無理に追う必要はない。我らも兵を下げるぞ。どういうこと、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 どういうこと。みんな、まずいことが起こった。この戦場は急いで引き払うぞ。何？中心、灰色の悪魔が砦を脱し、我が軍の別の砦に攻撃を仕掛けています。こいつ、なるほど、ベレかい。あー、くそ、背後を取られるのはまずい。全力で灰色の悪魔を撃て。あいつやばいな。あ、なるほどね。これで私に任せといて。これか、ここかな。じゃあ、じゃあね。ほんでここで私に任せといて。こうだな。よし、片付けに行くわ。これで多分大丈夫なはず。無冠の手動にありがたがる日が来た。この手を試してみ。よし、今こそ。これならば阻めまい。色の悪魔だな。ベルグリーズ伯にモートラに難敵だ。気を引き締めてかかるのか。君と戦うのは何度目だったか。今日が最後になるだろうか。ええ、今日こそはあなたを倒すわ、灰色の悪魔。ベルト一気に落とすぞ。行くな、お前。他の人では手に負えないだろう。灰色の悪魔だ、君がやるしかない。結構引き止めてるけど。言われなくてもそのつもりは。なんなんこの傭兵、うざいんだけど。いろんなところに来てる、うざい。マジエグい。ちょっと待って、うちの子たちが来てるのがやばい。ちょっと待って、みんな、ちょっと待って、みんな一旦引いて。僕の出番だ。みんな引いて。ちょっとあんたら死ぬだろ。私に任せておけ。なんかこの辺の用語とかしといて。援護が必要。援護みたいな。援護してて、援護。一枚かませて。援護して。今こそ私が援護に回ろう。援護して、援護。こっちに来ないで。死ぬから、お前ら。援護くらいならまあ。全員移動させた？うん。おれ！ベレット。うれ！お前のためだけど。うれ！ベルナデッタ、ちょっと待って、こっちに来ないで。援護しといて。うれ！厳しい戦いだ。ベレット。押しているね。このまま勝てるかもしれないよ。ベレトもここであれなのかな、ベルチなんていうか目覚める的な感じなのかな。ちょ、バルタザール、ちょ、バルタザール、ちょ、みんなもう死んじゃうから、マジでめっちゃ来るやんこいつら。
全然指示聞かんやん。うらベルト死ぬ。いけ、そろそろ、そろそろだ。よし、ベレ。あ、これは天国、天国。それは熱いわ。なるほどね。不遜が過ぎるぞ小さき者。そうです。いや、お主は地主どもの末か。地主、いずれにせよ我が器を壊そうというのじゃ。お主の玉は尻となる定めよ。し、いや天国の無駄遣い、やば。よく転がるな小さき者よ。いやもう完全に悪役なんやけど。そうです。今の君では勝てない、逃げるんだ。逃げられると。おぬし、え、何を。なんかソティスと仲良くないタイプのベルトなのかな、これは。ソティス、え、え、何よ。こっちだ、早く来い。クロード、ごめん。いや勝ってたけどね、向こうが天国使ってきたらそれは勝てねえわ。ありゃどうやら本物の悪魔らしい。まともに相手をしてもバカを見るだけだ。うわ、ちょっと待って、こんな風に言われんの。世界違うだけで。今は引くぞ。その力で何回も助けてあげたのに。悔しいが勝負はお預けだ。わかった、引くわ。ほぼ勝ってたけどね。うわ、クリアタイムに、くそー、惜しかった。めっちゃ22分とか20分とかだった気がする。くそー、めっちゃ上がるわレベル。これでにめっちゃ上がるわ。それ上がるわ。ありがとうございます。まだまだこの程度じゃ満足できないわ。上がるね。もう40なんだけど、この獲得だけとんでもねえことになってんな。おい、これでつ、うわ、いいっすね。鋼がポチポチ手に入るようになってきましたね。ありがとうございます、ありがとうございます。お金は大事。よし、まあ、カスパル死んでないし大丈夫だと思う。あー、なるほどね。なんか名手殿、撤退命令とは何事だ。もう一押しではないか。怒んないで。ゴネリル公より救使が来た。パルミラの連中が動き出したよ。あ、このタイミングで来るんだ。何、規模は。2年前の襲来よりも大掛かりって話だ。一刻も早く戻らないとまずいことになる。それはまずいな。2年前よりも。あの時も確か100年ぶりの規模だったはずじゃ。父は常に東方の動きに目を光らせてきた。その父が言うならまず間違いはない。めっちゃ怒ってる顔が。ゴネリル家と周辺諸侯の留守兵力を集めても大した数には間に合うんですか。余裕はないが、そのためのフォドラの首飾りだ。突破には時を要するはずだよ。こうしてはいられない、私は先に行く。名手殿、後の始末を頼むぞ。ああ、俺たちもできるだけ急ぐ。それまで何とか支えておいてくれ。さあみんなも退却の準備だ。早く戻らないと帰る家がなくなっちまうぞこれで灰色の悪魔と会うことはしばらくなくなりそうだ。この世界のベレトはソティスと別に仲いいわけじゃないんだ。ソティスが、あ、だからもう器として完全に、ね、あ、もうちょっと待って、そういうこと。あんな力を隠し持ってたなんて。器としてのベレトってこと。けど私もあなたから力を借りてたのよ。え、ちょっと待って待って待って、言い訳はできないわ。ベレト側のこと考えたらやばいわ。そういうものなのよ。だってあいつは結婚する可能性もあったんやで。あの力一体何なのかしらね。突然人が変わったみたいに凄まじい力だったわ。違う人だから。図らずも僕の言った危険性が証明されてしまったみたいだね。だけど
僕は信じているよ。君ならあの悪魔を撃てると。そのための協力は惜しまない。なんで共に勝利をつかもう。なんでなんでなの。なんで協力を惜しまないのラル。ええ、もっと力をつけて、いつか必ず。けどこれほど力の差を感じさせられると不安にもなるわ。まあ、シェズって あくまで身体強化みたいな感じだもんね。相手は傭兵なの。また瞬間移動。私みたいに同盟で雇っちゃうとか。雇う？それは味方につけるということかい。あ、まあ、全然ありよね。あの悪魔を仲間に。ええ、やっぱり無理かしら。いや全然ありよ。結婚しよう。いいそして幸せになろう。戦争に勝つためには時にはそういう手段も取らなくちゃって思って。なるほど。相手の力を目の当たりにして勝てそうもないと思ってしまったわけだね。過去やり直してくるからだ。そうじゃないわ。強いわ。強いからこそ味方にしたらグッと勝利に近づくでしょ。君が本心からそう思っているなら構わないのだけれど、心配しなくていい。君はもっと強くなれるよ。僕が保証する。だから簡単に目標を放棄してはダメだ。何？君が望みを果たすことこそが僕にとっても一番なのだからね。ソティスを倒すことがってこと？ラルバって何なんだ？お主、あ、ただの器の分際で妖邪魔をできたものじゃな。やっぱり仲悪いじゃん。わしは始まりのものソティス。ソティス。フォドラに住まうすべてのものの祖であり、母である存在じゃぞ。始まりのもの。ここはどこなんだ？何故わしがお主の問いに答えねばならん。仲悪い。まあよい。こはわしの玉座よ。座りたければ座るがよかろう。代わりにその身はわしが使わせてもらう。本当だった。こうなるはずだったんだ。あー、レア様はこれを望んでたってこと？お主が拒むことはできぬぞ。身を使う？何を言って。もとよりお主が邪魔をせねば、あの者なぞ一息に切り捨てておったものを。それにしても気になるものじゃった。再びまみえ、わしが罰してやらねばなるまい。お主にわしの力は使いこなせぬのじゃ。建国？よいな。もっと早い段階でソティスが覚醒したってことか。本筋の方の無印ってもっともっと早い段階にソティスに会ってるじゃないですか。あの傭兵というか盗賊が現れた時に。いや、よくない。ソティス、君は一体。おい、何を寝てやがる。ジェラルト、やっぱりどっかおかしいのか。調子はどうだ。大丈夫だと思うが、わからない。変な夢を見た。髪の毛の色変わってるもんね。夢だと？昔見てたと言っていたやつか。ああ、初めて言葉を交わした女の子。たわけが。夢なぞではないわ。どうした？知れ者め、わしの声はお主にしか聞こえぬわ。やはり調子が悪いようだ。髪の色も変わったままなんだろう。うん、瞳の色もな。一体なんだってこんなことになっちまったのか。戦いも負けみたいだしな。さっさとおさらばしてどっかで休養でも。ほーん、大丈夫。戦場に身を置いた方がいい気がするんだ。剣を振っていればすぐ調子は戻る。任せてくれ。お前がそう言うなら。だが何かあったらすぐ言うんだぞ。同盟軍は引いたか。モニカ、まだ戦えたであろうにな。どこからか急死を受けてのことです。同盟領内で返事があったと思われますね。ボロ負け勢がよ。となればパルミラが動いたと見るべきか。まあそうね。2年前といい、何やらパルミラの動きが活発になっているんでしょうか。今の王が即位してから20年は経ったか。代替わりか、あるいは。それで俺たちはどうするんだ？追撃するのか？ならぬ。
黙って見送ることだ。けどあいつらは撤退する帝国軍を壊滅に追い込んだじゃねえか。アスパル、こっちだって敵の退路は当家の穀倉地帯、戦えば燃えるのは帝国の食料よ。確かに。それに連中は焼くことのできる畑を荒らさずに引いておるではないか。その恩を仇で返すことなどできぬわ。そうか、そりゃ仕方ねえか。確かに。軍務卿、私は陛下の元に戻ります。事の顛末を報告しなければいけませんので。うん、任せたぞ。わしからもことづてを頼む。同盟とやり合うのは。お、何よ、言いなさいよ。同盟とやり合うのは飽きた。飽きた、だ、あれ右の人だ、あれえ、待って、もしかして、え、ヒューベットの、はい、パ、まあ飽きたというよりは認めたみたいな感じでしたけど。パ、やれやれ、勝手に敵を認められても困りますな。矛を収めるのも寝首をかくのも全てはエーデルガルト様の判断することですあの戦バカにはいつも困らされている。陛下からも覚悟を。待って、違う、これリンハルトのパパじゃね。リンハルトのパパってこんなんなの。こんなんとか言っちゃった、ごめんなさいこれまでと変わらず内務卿に抑えてもらいたいものですがね。その馴染み、私の言うことなど聞いているようで全く聞いていないよ、あの男は。だが妙な直感だけはとにかく当たる。つまりだ、陛下、私は同盟との休戦を強く提案いたします。そうね、フェルディナントがデアドラ攻略を失敗した時点で私も考えていたわ。今は王国側に戦力を集中すべき時。なるほど。同盟の武力制圧は諦めた方がいいと。武力はですな。木を見てクロードに使者を送って、パルミラ相手に負けなければ。だけれど帝国軍を打ち破ったのです。よもやパルミラに負けはしないでしょう。まあそりゃそう。軍務卿にも伝えた方が良さそうですね。同盟軍の苦戦を聞いたらパルミラ相手に戦うためすっ飛んでいっちゃうかもしれませんしさすがにそんなことは、いえ、わからないわね。では内務卿、彼が動いてしまわないようにあなたが文面を考えて。なるほど。はあ、光陵の将、まことの王は。え、もしかして決着つく？グロンダーズの戦いを優勢に進めていた同盟軍であったが、予期しないパルミラ軍襲来の方に撤退を余儀なくされる。うん、2年前よりさらに大規模な軍勢で攻め寄せたのは、雪辱に燃えるパルミラの王子シャハド。やっほー、シャハド。存亡の危機を迎えた同盟軍であったが、また秘策あるじゃん。クロードにはある秘策があった。無限に秘策出てくるな、こいつ。え、行く前からもし、ま、パルミラが来たらこういう手立てをみたいな。なんとか間に合ったか。あ、よかったよかった。まだ本格的な戦闘は始まってないようだ。みんなすまない、帝国領で戦った直後に強行軍でここまで来て、またすぐ戦闘だ。パルミラ襲来の可能性は考えてたんだが、考えてたんだ。ここまでの大軍は予想できなかったよ。すごすぎ。だから私は帝国領への侵攻には反対だったのよ、なんてね。誰だってこんなこと予想できるわけないよ。予想はしてたんだけど、仕方ないって。私もそう思います。幸い帝国軍の追撃がなかったおかげで兵力も温存できていますしね。たっぷり肉を食わせてもらったし、おでは元気もりもりだぞ。エドマンの辺境泊の支援で食料も備品も不足ない。まだ十分に戦えるだろう。ローレンツ買おうよ。全て結果論だがな、下手をしたら俺が見誤ったせいで同盟の滅亡さえありえた。いや大丈夫じゃね。難しい戦略は全部あなたに任せきりなのよ。感謝こそすれ、文句なんかないわ。結果論でいいじゃない。こうして救援も間に合ったんだし、ね、いいこと言うじゃんし。そういうことだ、早く行こうよクロード。よし、ごちゃごちゃ考えるのはやめだ。
とにかく今はパルミラの撃退に集中しよう。はい。帝国軍に動きはないか。こう静かだとかえって不気味だね。有名とどろくダグネルの列女にひるんで攻められんのかもしれない。全クロスタール博って書かれてる。おや、エルヴィン。エルヴィン、あんたも冗談を言うんだね。冗談なものか。現に私はあなたが近くにいるために帝国に同行できずにいる。悪人ぶるのも大概にしなよ。あんたほど同盟に尽くしてきた人はいないだろうに。買いかぶらないでもらいたいね。私が大事なのは同盟ではなく自領の民だ。だとしても立派な領主様だよ。いや、もう領主様じゃないんだっけね。今の私はしがない隠居貴族だ。これからは気楽にやらせてもらうさ。この二人支援があるの？気楽にね。汗汗。帝国軍が攻めてきたらそうも言ってられなくなるよ。何？その心配はあるまい。同盟と戦争を続ける気があるならもうとっくにこの地を攻めてきている。確かに。先の一戦を経て帝国軍は方針を変えたのだろう。確かに。王国と同時に相手取るなど愚行だと同盟の強さを感じて理解したのさ。まさか帝国が攻めてこないと踏んで大橋の守備を進んで勝って出たのかい？さて。やれやれ、小賢しい隠居貴族だね。お褒めに預かり光栄だよ、ジュディット。なんなん、支援会を見せられた？もしかしてだけど、もしかしてだけだ、もしかしてだけだ、エルヴィンとジュディットってできてんじゃないの。お、もう個室しかねえ。なるほど。あー、なるほど。あー、終わりましょう。お疲れ様でした。バイバーイ。